僕はですね、ぴょこたんという名前で漫画を描いたりしているものですが、今日はね、このセガキャッチャーオンライン、なんかオンラインの UFO キャッチャーをね、やっていこうと思います。なぜやろうかって思ったかっていうとですね、こちら、セガサミーの株主優待券を大量に貯めてたんですけど、ゲーセンでね、500円分の UFO キャッチャーできますよっていうところで、まあ、利用期限がね、2020年12月末とかね、そういうのを、もう行く機会がなくなったんで、オンラインでもありますよっていうのを見つけまして、まあもったいねえなと思ったんで、それ大量にぶち込んでですね、3500ポイント。3500ポイントゲットしてるんで、これをちょっとまあやったことないんですけど、完全初心者なんですけど、ちょっとここでね、ちょっとやっていこうかなと。これ結構サクランボとか好きだから、じゃあこれやってみるか。AM 大人が、あ、シャンペンサイダー。これいいじゃん。シャンペンサイダー行こう。これ取れんの？プレイ予約、プレイ予約。あ、できた。サウンドうるせえな、ちょっと。どうやんの？ボタンは？予約してんの、今これ。あ、賞味期限は来年まで持つぞ。キャンセルまで25、24。あ、大丈夫だね。よし。プレイスタート。来た。レディー。あ、これ本当に動くんだね。何個入り、これ。何個入り？むっず このラグむっず これ何個入りだよ。取れんの？いいんじゃない？でも。はあ、これで200円？きっつ。これ何？ SP チャージって。やべえ、これ見られてんじゃん。いや、やるしかねえだろ、そんなん。これ何？ SP チャージって。わ、ポイント購入。わあ、これきっつ。これ取れねえだろ、これ。どうやって取ればいいの、これ。これ何個入ってんの、そもそも。でも、ポイントとしては悪くないんだよ、これ。いや、これ、ハイエナいるな。10人見てんぞ。あ、やったやった！やった！取れた？すごいじゃん。バカ！バカか、お前。何今の？は？これ、店員呼ぼうぜ、店員呼ぼうぜ。あ、ふざけんなっつうの。いや、これ、店員呼びもんだよ、こんなの。どういう状態で挟まってんの？こんなの。は？ふざけんなよ、これ。あ、これ絶対入ったろ、これは。これはこう、前に落とす系だからね。もうプロだよ、これ。よっしゃ！ 取れた！取れた！あ、マジで取れんだ。でも結構今うまかったな。景品一覧。え？取れたの？どうやって取ったの見るの？ちょっと嬉しいっていう。景品獲得履歴。あ、後でこれ配送さ、未配送景品。シーシャンペンサイダー。あ、これいいな。あ、まあ、だって実質株主優待だから、ただだからさ。ただでゲットできたんだから。あ、これで配送先を指定して、保管期限が2週間なんだね。あ、だガンガン取って、ガンガン取って、じゃあやろう、これ。あ、これメンテナンス入ってる、僕が取ったやつ。取ったからだ。で、係の人がもう一回やり直すんか。これプレイチケット対象景品。じゃあこの、いや、激辛カルパスとかいらないな。でも、まあ一応やるか。うまくて辛い。これ、臭いんだよね。しかもね。まあ一回だけやるか。しゃあねえ。2021年4月までか。意外に、そこまでおかしくないな。ちょっと行き過ぎちゃったりとか、ラグ差は感じるけど。結構アーム強いのかな？ちょ、もう一回だけやるか。これチケットどうやって使うの？SP でプレイ。チケットでプレイ。あ、これか。よし、チケット使えた。これはでも、なかなか落ちんぞ、これは。
さっきの方は軽かったからまだいいか。それ。あー、これ無理だな。これはちょっとここに深追いすんのやめよう。これ深追いすんのやめよう。別にいらねえし、そもそも。景品地点に戻ろう。これいらないし。あ、ピエン。ピエン取りたい、ピエン。ピエン取ろうかな。じゃあ、これ行くか。そんなにいらんよ、これも。こちらのはターゲットとなります。お、今度はこれ動かす系か。え？あ、こういうことね。自分で動かせんだろ、これは。いやー、これ角度変えさせて。上からの角度。横から。あ、面白いじゃん。横からもいけんだ。これでこうか。ゴー！あ、いいんじゃない？アームの強さだよ、あとは。あ！あ、これいけんじゃねえ。まあ、いらねえけど。いらねえけどいけんじゃねえ、これ。ちょっともう一回いっちゃおうか。まだまだ金はうなるほどあるから。ガンガンいくぞ。これ悪くないね。ここで OK でしょ。GO! よし！バッチリ。ガブ！やっ！あれ？ちょっと緩くなった？いや、ちょっと待って。もう一回行く。けど、ちょっと待って、もう一回行くけど、そこまでして欲しいものではないっていうことが一番の今ネック。そこまで頑張って欲しいものではありません、これ。ピエン。もうちょいこっちか。まあ、ここなんだけど。まあ、ここなんだよ。よし、これベストだろう。これで取れなきゃもうやめや。はぁ？もうダメ。もういらない。ピエンいらない。ピエンいらないよ、こんなの。最初からいらなかったよ。じゃあもう本当に狙い撃とう。欲しいものを。パイの実かな。おつまみセレクション。パイの実。大玉チョコボール。さあ入ったぞ。これはどうやって取ればいいんだろう。もうここめんどくせえからこれで全部取ろうかな。あのトゲトゲなんだ？どういう状態？やっぱり真ん中に、それか奥の方にこれトゲトゲ入るのかな、あそこ。トゲトゲのところにも入るようになってんのかな。いや、そんな簡単じゃないよな、でも。よし。これはもう確実に取りに行こう。これはチョコボール取りに行こう。まずはちょっと実験でトゲトゲの方やってみよう。トゲトゲに刺さってみよう、一回。ここでどうなるかをまず確認だ。あ、全然ダメか。あ、入った。どうなんだろう、これ。入ったよ、でも。これいけるだろう、絶対すぐ。あ、これすごいな。え、これいけんじゃん。え、これでいけないってあんの？ちょっと待って。いや、いけんだろう、これ。いや、コンティニュー、コンティニュー。これは、これはハイエナだよ、絶対。もうちょいこっちの方行けばいい。あー、でもちょっとこれいけそうでいけないっていうのはいつものパターンか。でもうまく絶対入るんだよね、あそこに。操作ミスしてんのに。それ。あー、これ引っかかってダメなやつか。くっせーな。結局持ち上げないとダメだな、これ。こうやっていけそうじゃねって思わせてやるパターンか。くっそ。そう、もうここに全部ぶち込んでやる。そこまでこのチョコボールが欲しいわけじゃないんだよ、僕。落ちてよ。もう落ちてよ、これ。ずるい、あそこラバーになってて、この手前の棒がすごい、ずるいよ。
手前の棒のこう握力が強すぎるっつうかさ、もう勘弁して。あ、ダメだ、箱かこ、さすがに箱、あ、なんでこれよく入るんだろうね。でも絶対にそこはよくできてるよな。絶対箱勝つんかなと思ったら、もうやだこれ、すごいやだ、イラつく、これすごいイラついてきた。これが UFO キャッチャーの嫌なとこ。もう普通に持ち上げに行こう、持ち上げにかかる、ここはそれが一番正しいのかもしれん。でも絶対に入るって変だね。なんか箱にガツンっていうことってできないのかな。あー、ダメだこれ、ハマったな。もうここで終わりだな、もうこれどうしようもないもんね。完全にハマったわこれ。多分落ちないわこれ、全然落ちそうに見えて落ちない系のやつだこれ。クソ汚ねえな。まあそれが UFO キャッチャーなんだけどな。ほらもう全然ダメじゃん。どうしよう、あと900ポイントなんだけど、ちょっと今回思考を変えて普通にやってみよう。その隙間に狙ってみよう、そこの隙間を普通に取ってみよう。ここでどうだろう、これの方がいいんじゃない、もしかして。いやー、クソだなー。でももうあと700だから、こういくしかねえ、もう突っ込むしかねえのよ、やるしかねえんだよ。もう全く取れる気配ねえけど、なんかこれやっぱおかしいな。ああ、少しずつずらしていくしかないの、もう。もう無理でしょ、少しずつでも、あと2回なんだから。もう、無理だな。無理だけどやるしかね。これだから UFO キャッチャーは困るよ。もう一番奥行ってみようか、こうなったら。この辺。トゲトゲのないこの辺り。これで挟めないの？アーム強くないの？いや、これ無理なんだよな、こうなっても。あそこのね、あの、ラバーの一番前の棒にかかってるあのゴムのやつがかなり吸着力あんだよ。クソずるい、これ。まあ、いっか。あー、ずれたな。クソ、19人が見てやがる。この僕の。嘲笑ってやがるプレイよ。ふざけやがって。ああ、終わった。終わっちまった。終わりです。あと100ポイントしかないんで。終わりました。結局、あれだけ取って。まあ、これ、金払ってまではちょっとやりたくないかな。まあ、セガのね、株主とタダで遊べるんだったら、まあ、それはそれでありかなって思いました。というわけでね、今回ね、セガキャッチャーオンラインでね、年末のね、年の瀬に遊んでみたっていう動画になりました。どうもありがとうございました。